タッチストーンは、イギリスの競争馬である。1830年代に活躍したステイヤーであり、主ュ馬としても成功。通算で4度のイギリスリーディングサイヤーを獲得した。馬名は、資金石のイ。父カメルは馬体にも、競争成績にも見るところのないサラブレットで、その父ホエールボーンは、カメルの他に、現在の主流府警につながるサンハーキュリーズを出しており、府警的には、 主流との分岐点にあたる。母系は後に14号族と呼ばれるメス系に属し、母バンターは 14A 族の祖となった繁殖品馬である。また、前、弟ランスロットは1840年セントレジャーステークスに優勝している。このような血統背景を持ち初代、ウェストミンスター公爵に生産された、 タッチストーンもまた、父に似て不格好な馬体の持ち主で、対抗も15ハンドに過ぎず、ただでももらい手がなかったほどであるが、3歳秋に本格化すると、当時エプソムダービーよりも権威が高かった、セントレジャーステークスに41倍の低評価で、出走。プラムに4馬身の差をつけ優勝した。コバとなっても、ドンカスターカップ連覇、アスコットゴールドカップ連覇などの戦績を残し、 生涯に少なくとも21戦の競争に出走し、16勝を挙げた。状況では走らず、本番の競争でも距離が短いと馬が本気にならず、勝ちきれなかったという。引退後は、初代ウェストミンスター公爵の下で、種ボバとして強要され、1842兆1843億1848万1855年の4度。 リーディングサイアーになり、サー・アップライス、オーランド、ニューミンスターなどのユーチューバを輩出した。オーランドとニューミンスターは、タネボバとしても成功し、現代まで不敬直系子孫が残っている。また、母系に入っての影響力も素晴らしい。一例として、ビュイエ大佐の研究では、19世紀のサラブレットのうち、ガロピン、セント・サイモン親子に次ぐ影響力を残したという結果が出ている。 生涯で343頭の産加を排出し、それらが合計で738床を挙げた。ありがとうございます。